心霊スポットとして知られる某ライブハウスに行った際の映像である。一人で入った撮影者は霊が出ると噂の場所を求めて徘徊する。その結果恐ろしい出会いがあることに気づかず、本当に出る場所と言われている場所です。まあ普通の感じ。あ、これだ、ここだ。うわ、あ、電気つかねえのこれ。多分ここです。ここの柵の向こうがね、多分お化けが出、その自爆霊がいるって言われてる場所です。危ない。気持ち悪い。ダメよ。暗闇に浮かぶ女性のような白い霊体。投稿者は全くその存在に気づかずに部屋の奥へと歩を進めている。どんな霊能者を連れてきても固まってしまうほどの心霊スポットだというこの場所。他に何台の心霊が紛れているのか、この映像はもう少し検証が必要なのかもしれない。この投稿映像は皆既月食を観察していた投稿者が自宅ベランダから撮影したものだという。ここに引っ越してきて間もない投稿者、明るく輝く月食前の月に心を奪われていたというのだが、先ほどまで誰もいなかったはずの場所に突然現れた少年らしき人影。視線の先はこちらではなさそうだが、一体カメラに前進してきた霊。苦痛に歪められた表情とも取れるその目はやはり別の方向を向いている。近隣の住人の噂によれば、これは虐待の果てにバルコニーに放置されて死んでいった少年の怨霊だという。投稿者たちは10年来故郷にあるこの廃墟へ出向いては定期的に撮影をしているという。雑草に覆われたこの廃墟、今ではよそ者が入ってくることも珍しく、落書きも当時からのまま。しかし何者かが最近捨てていった空き缶を発見し、この場所が今までとは少し様子がおかしいことに気がついた。いつになく重苦しい空気の廃墟だったという。管理室が近くにあって、管理室の裸も入るから足元、足元、肩に入れた足元で、サンダルできちゃってるって言って真っ暗いストロークが落ちて、おい気をつけて待って、なかなかすごいいいライトをお持ちで、うわ、照らして、どっちビールある、ビール、それ飲んで、飲んで、こっち、照らして、
なんか今見えた。うわーおい、なんかいる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 。彼らはこの直後、遺体を発見してしまったという。引き返した入り口付近で、自殺と思われる首を吊った女性死体と出くわしてしまったのだ。その後、遺体女性が身元不明のホームレスであることが分かった。発見してほしい想念が、彼ら投稿者たちに働きかけたのであろうか。何か目的があるのか、深夜に参道を徘徊しながら撮影された動画。とある場所にたどり着いたその時、待ち受けていたものが姿を現す。撮影者たちがたどり着いた祠のような場所。懐中電灯を向けると、祠の後ろから異形の存在が覗き込む。山に住む怨霊の類、またはこの存在を封印するための祠なのだろうか。ここは気安く踏み入ってはいけない場所なのではないだろうか。暇を持て余していた友人らと3人で廃墟探索に来た時に捉えた映像である。大丈夫だし え、マジ行かないの？大丈夫でしょ、全然平気でしょ、普通に。うわ、くだ、何も見えねえ。あいつらもあったんだかいのとか、ざけんな、マジで。うわ、もう超奥義ある。あ、超奥義なんだけど、マジ超奥義なんだ。まあ、ネジか、これネジだな。これじゃなかった、ネジだな。なんだこれ。時計止まっていい？時計だ。え、何これ？何これ？なんか死ぬ方。何これ？超は超気持ち悪いんだけど。あとお前夏。夏。読めねえよ。うわ、え？何これ？何書いてあるの？うわ、気持ち悪い。うわ、気持ち悪い。お前が死ぬ本と書かれた文庫本を読む投稿者。しかし、その文庫本を下に下ろした直後、目の前に謎の女が座り込んでいる。そして慌てて外へ出た投稿者の背後に、先ほどの女がいつの間にか寄り添ってこちらを見ている。いや、これマジなやつ。こいや、どこで帰ったほうがいい。いや、帰ってこい。いや、読むやつだ。港近くにある夜の公園。連休のため大勢の人たちがバーベキューをして賑わっていた。この動画は公園に隣接された住宅展示場へ行った際に撮影された。
周辺一帯は以前キャンプ場だったらしいのだが、実は曰くがある場所であることを投稿者は思い出した。今日なんかイベントあったのかね。同じような世代の人たちばっかり集まって同窓会的な感じ。あれだよ、今から行く住宅展示場あるじゃん、うん、あの隣があれだよ、バーベキュー場になってる。そうあ、でもこの人たちそこ行くんじゃないんだ、多分あれだもん、帰り、あなんかね、飲み物とか置いてるからここで飲んでる。正面玄関はあっちの方から行かない、どうなの、落ち着くのかな。ね、やっぱり昔の感じがいいよな、うん、これあのさ、うっ、ああ、痛い痛い痛い、わかんない、ああ、痛い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 、投稿者はこの映像を撮影してしまったことで以前からささやかれていた不気味な噂に確信を持ったという。顔をこちらに向け何度も姿を現す自爆霊は我々に何かを訴えかけてきているのではないだろうか。現在も行方不明だという九段の女性はこの敷地のどこかで未だ苦痛と憎悪をたぎらせている。